ー面白すぎる。他にまあまあ時間ありますかね、皆さん大丈夫ですか。全然大丈夫だ俺は。お前が一番ゾロが大丈夫なんか。お前が言うと不安なんだから。うちの妹が最近ワンピースにハマって、おあの三次推しです。おおいやじゃあこれはこれは姉妹でじゃあ。え呼ぶ？こんばんは。あれちょっと待ってこれでいいかな。あいヤッホーまーちゃん。ヤッホー。まなちゃん大丈夫？大丈夫か？おい、最初あのさやかちゃんがのゾロにし反応と一緒だぞ。そうだな。悪い男に騙されてんぞ。何言った？悪いっつう。悪いって言うんじゃねえよ。俺はお前ちゃんとした紳士だぞお前。誰も中野内に反応しないといけない。死んじゃうもん死んじゃうもん死んじゃうせっかく会えたのに死んじゃうのか。お経死んでもいいや。ダメだってダメだダメだダメだ。行きたいと言え。行きたい。あ、ごめん。お前が言うのかよ。ごめん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 、ルフィごめん、ルフィごめん。おい、トラブルルフィが言わなきゃやだ。おい、マナちゃんメロリンってお願いします。あー、オッケー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 いただきました。はい、それでは3時のメロリンまで3、2、1、どうぞ。マナチュワンメロリンメロリン。やばえ、すげえな。やばもうもうもう死んじゃうよ。なんか呼べるメンバーって言います？じゃあ呼べるメンバー、今一瞬今一瞬でもいいです、本当に今。エースじゃね、暇そうな人の。やばいると思う。やばし、エースだって今電電虫かけてるんだ。ちょっと待っててくれ。うわ、何お前かけてんの？ルフィ何か言ったか？あ、ちょ、何もなかった。おエース、あのちょっと今暇？おお、俺の電話出なかっただろ。エースお前ふざけんな、ぶっ飛ばすか。ルフィどうした？おい、既読持つか？は？あ、ゆかちゃん来た。あ、ゆかちゃん来た。ゆかちゃん、やっほ。こんばんは。あら、もう可愛い声。お、エース来たじゃんてか。お、あ、でもエース。え、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。エースですか？ポートガスにエースね。やったおおーってちゃった。おいおい、エース、なんだお前、俺のライン無視してやがっ て。お前なんで三時のやつは出るんだ。あー、俺とエースの仲だからな。ぶっ飛ばすぞ、待って。俺のライン止まってるだろ。ルフィ大丈夫だ、俺だって交換さえしてる。俺だ。何の縁もねえ。やばい、俺は悲しいよ。ごめんなさい、これやばい、ごめんなさい、ちょっとやばい、エースがやばい。エースやばい、エースやばい。え、あのセリフは言ってくれるんですかね。え、マジか。あのセリフってどれ、あれか。お前の死に際のセリフだよ。お前セリフやってない、みんなにキャーキャー言われてんの。俺たちセリフやってやっとキャーキャーだからな、お前。お前エースが、なあ、俺はポートガスにエースだ。おめえディスってんのか。ちょっと待って、エースさんいいんですか、ちょっとあの、はい、あの名シーンを。俺絶対入んねえからな。最初言ったけど、あのな、ダメなんだよ、そのシーン聞くと本当に泣くんだよ。じゃあちょうどいいじゃん、泣くの。本当、あの、まだ受け入れられてない。死んだことに？
そう、まだ本当に受け入れられてないから。なるほどね。じゃあカウントしますんで、いいですか、はい、いきますね。はい、はい、それでは3、2、1、どうぞ。今日までこんなどうしようもねえ俺を鬼の血を引くこの俺を愛してくれてありがとう。素晴らしい。やばい、やばい、ごめんなさい、ちょっと待って、ごめんなさい、ちょっと待って、ちょっと待って、ごめん、マジでやばい、ちょっと待って、ごめん、やばい、ちょっと待って、ごめん、マジごめん、本当やばい、泣く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 、あかんあかん、あんまりやばい、ごめん、ちょっと待って、すいません、ちょっと待って、やばい、すいません、泣いてもった、泣いてもった、すいません、ねえ、大丈夫ですよ、うわー、ごめんなさい、なんか、泣いちゃった。三千世界の次にいいシーンだな。いやこれはね、ダメなんだ、あのシーン出てくるよね。いやこれやばいわ、泣いてる。笑ってんじゃねえよ。お前絶対知らねえって言ったじゃねえかよ。いや俺ルフィがその続き言ってくれると期待してたんだけどな。いや俺もう無理、ほんとゲロ吐く。これもう本当にあの長女戦争のインペルダウン編でボンちゃんがね、うん、その残って、うん、その次にエースがこうなって、うん、もうワンピース見れなくなって、あーうん、わかる、もうショックがすごすぎて、エースロスってやつか、エースロスだわ完全に。でエースロスで嘘だ嘘だエースは死なねえって思ってたのに、あのサボがエースもらうぞお前の力とか言ってみんな、ほーみたいな、